愛媛師範学校は、新生愛媛大学教育学部の前身の一つとなった師範学校である。99、愛媛県師範学校、愛媛県伊予師範学校級、愛媛県師範学校、愛媛県人情、師範学校、愛媛県師範学校級、愛媛県女子師範学校、愛媛県女子師範学校、愛媛師範学校前身の、愛媛県師範学校から引き継いだ。 松山市木屋町の高チを使用した。1945年7月の空襲で校舎を失い、同年9月の授業再開時は、空襲の被害を受けなかった女子部校舎や大山寺等を使用した。1947年、市内城北の旧陸軍不評第22連帯連平場跡に教室2棟を設置し、女子部校舎との2カ所で分散授業を行った。 城北高地は、更新の新生愛媛大学教育学部に継承された。現在、愛媛大学城北キャンパスには、医学部、農学部を除く、法文学部、教育学部、工学部、理学部が集中している。旧木山地高地の跡地は、現在は松山若草合同庁舎となっており、愛媛教育総省の地石組みが設置されている。 前身の愛媛県女子師範学校から引き継いだ松山市水戸西塚町の校地を使用した。1945年7月の空襲では被害を受けなかったが第二次世界大戦終戦後校舎を消失した男子部が移転してきたため同居状態となった。1947年に男子部が城北地区に一部移転したのに続いて1948年から女子部も 上北地区へ移転することになった。上北への移転は1950年までに完了し、三戸高知は同年11月に警察予備隊に引き渡された。現在、旧三戸高知の後は松山西警察署となっている。ありがとうございます。